なぜ？お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは航空自衛隊の最精鋭飛行共同軍の F-15 が墜落。原因は？をお送りします。2022年1月31日、航空自衛隊の石川県小松基地から飛び立った F-15 戦闘機が離陸直後に墜落するという事件が発生しました。墜落したのは複座型の F-15DJ です。事件当日の動きを見ていきましょう。17時30分頃、事故機となった F-15DJ は、打算機とともに小松基地を離陸しました。防衛省の発表によると、計4機で、夜間における迎撃戦闘訓練を実施する予定だったそうです。離陸後、事故機は右旋回し、訓練空域を目指して北進しましたが、小松基地から、西北西方向 5km の地点で、同基地管制隊のレーダーからロスト。管制官からの無線による呼びかけにも応答がなかったため、17時50分から、捜索救難活動が開始されました。そして、捜索活動開始から80分後の19時10分頃、海上を漂う浮遊物が発見されます。この浮遊物が、事故機の垂直尾翼の一部であったため、事故機は、間違いなく、小松基地から離陸した F-15DJ であり、同機は、海上に墜落したものと推測されました。なお、その後には、事故機に装備されていた救命用具の一部、遭難者をレーダーで発見しやすくするための風船のような装備も発見され、墜落は確実なものとなりました。ここまでが当日の経過で、2月11、14日には、パイロット2名のご遺体が見つかり、25日には、事故機に搭載されていたフライトレコーダーが海底から引き上げられています。また、同時に、エンジン2機も回収されたとのことです。防衛省の事故調査委員会は、今回の事故原因を調査しており、レコーダーやエンジンの解析によって、調査は一層進むと思われます。なお、事故機は、アグレッサー部隊として知られる精鋭の飛行共同軍所属の機体で、事故当時に搭乗していたのも、同軍所属の一等空佐と一等空尉でした。一佐は、総飛行時間2800時間のベテランで、アクロバット飛行チーム、ブルーインパルスの隊長を務めていたこともあります。1位も総飛行時間1900時間で、やはり経験としては10分以上です。だからこそ、事故原因については、様々な推測が行われています。そもそも、飛行共同軍所属のパイロットは、航空自衛隊の中でも最も優れた技量を持つと言われています。共同軍の任務とは、各地の基地を巡回し、その部隊の空戦技術を指導することだからです。そのため、共同軍には、空自内でも、えりすぐりのパイロットたちが集められており、しかも、その選出されたパイロットには、共同軍内部で、さらなる訓練が行われます。なお、共同軍には、自身が配属を希望することはできず、共同軍のパイロットがスカウトした隊員のみが配属を許される形になっています。世界各国の空軍と比べて高い技量を持つとされる空自パイロットの中でも共同軍パイロットは傑出していると言われるゆえんです。ただ、だからこそ、事故が起きた理由には、不明な点が多くあります。事故原因の一つとして、空間失調、バーディゴも有力視されていますが、これだけでは事故を説明できません。空間失調とは、パイロットが平衡感覚を失い、磁気の姿勢や飛行方向を誤認してしまう現象です。上昇しているつもりで行こうか、水平に飛んでいるつもりで、無理な機種上げといった飛行を引き起こすため、墜落などの事故につながります。空間失調は、目視によって、空や地表、海面を確認できない夜間や雲の中を飛行中に陥りやすいとされていますが、戦闘機のように高軌道を繰り返す場合では真昼でも起こり得るそうです。しかし、航空機には磁気の姿勢や飛行方向を表示する計器が必ず搭載されています。戦闘機においては頻発しやすい現象でもあるため、パイロットには航空計器を信じて飛行するように教育されてもいます。もちろん、それでも空間失調による事故は起こりますし、実際、2019年の F-35A 墜落事故の原因も空間失調と推定されていますが、今回の事故機である F-15DJ には、
経験豊富な2名のパイロットが搭乗していました。一人に空間失調を含む異常が生じたのだとしても、もう一人が、その異常を指摘することはできたはずです。2名同時に空間失調に陥った可能性もありますが、そのような低い可能性を追求するよりは、他の原因を考察する方が合理的でしょう。実際、かつて、航空自衛隊の北部航空方面隊司令官を務めていた尾上貞政元空将は、事故原因について一般論と前置きした上で、一人が気絶するなどの突発的なことが発生しても、もう一人が操縦を代わることができたはずだと指摘しています。また、尾上氏によると、事故原因としては、人的要因、機材トラブル、そして気象状況などの外的要因の3つが考えられますが、今回の場合、機材トラブルの可能性があるとのことです。人的要因については、2名のパイロットが搭乗していたことで否定されました。また、気象状況ですが、同時に離陸した他3機に異常はなかったことから可能性は低いとのこと。そのため、消去法で機材トラブルの線を疑っているのだそうです。機材トラブルについては、過去に飛行教導群に所属していた元パイロットの方も、同様の指摘を行っています。彼は、離陸は、最大出力となるタイミングで、エンジントラブルが考えられる。バードストライク、鳥の衝突も原因として推測できると分析しました。また、目撃証言も、機材トラブルの可能性を示唆しています。小松管制隊の管制官は、事故機の方角に、オレンジ色の発光を見たそうです。また、事故機がロストしたのと同時期に小松市に隣接する加賀市沿岸から海の上に赤い光を見たとの118番通報、海上保安庁緊急通報番号があったとのこと。その他にも海上における赤やオレンジの目撃情報は多々あります。海底から回収されたエンジン2機から事故原因が解明されるかもしれません。しかし、機材トラブル説にもやはり不自然な点があります。回収されたのは2機のエンジンなのです。F-15DJ はエンジンを2機搭載した双発戦闘機です。片方のエンジンに異常が発生した場合でも、もう片方のエンジンで飛行を続け、その間にエンジンを再始動させるなど、ある程度の対処を行うことができます。2名の搭乗員に同時に異常が発生する可能性も低いのですが、2機のエンジンに同時に異常が発生する可能性も低いのです。もちろん、両方のエンジンが同時に停止した例はあります。ハドソン川の奇跡として有名な US エアウェイズ1549便不時着水事故です。この事故では、双発のエアバス A320-214 が鳥の群れと交差したため、両方のエンジンに鳥が衝突し、バードストライク、両エンジンが停止しました。ただ、これが稀な事故であることは言うまでもありません。また、F-15J-DJ に搭載されているプラット&ホイットニー社製 F100 エンジンの初期型 PW100 型には、両エンジンが同時に停止するスタグネーションストールが頻発するという不具合がありましたが、古機の F100 エンジンは、PW200E 型相当に回収されています。スタグネーションストールとは、アフターバーナーを使用した際に、その衝撃が、前方の圧縮機にまで伝播し失速、ストールさせてしまうという現象で、推力の喪失やエンジンの破損を引き起こします。ただ、初期の PW100 型のみで起きた現象であるため、この可能性は低いでしょう。以上のように、今回の事故では、様々な可能性が考えられますが、航空事故の調査は、再発を防ぐために必ず必要なものです。人的要因が原因ならば、他の、パイロットや整備士、管制官が、事故当時と同じ状況に陥る可能性がないのか調査しなければならず、適切な対策を講じなければなりません。機材トラブル、外的要因が原因でも同様です。日本は、これまで、12機の F-15J-DJ 戦闘機を喪失しており、その事故により、9名の隊員が殉職なさっています。1987年の事故は、4撃訓練中の空間失調が原因でしたし、1992年の事故は、操縦不能となったことが原因でした。しかし、その度に事故調査が行われ、再発防止策が講じられてきました。F-15 を日本が運用できているのは、彼らの犠牲があってのことなのです。
日本の空を守っている自衛隊員の方のかけがえのない命が失われた事故だけに原因究明が待たれますが、今後同様の事故を起こさないためにも、調査には相応の時間が必要でしょう。ちなみに、近隣国の反応はというと、事故から2日後の2月2日午前、ロシア機2機が領空侵犯する可能性があったため、小松基地から緊急発進、スクランブルが行われたそうです。陸上自衛隊で北部方面総監を務めた四方俊幸元陸将は、自衛隊に F-15 墜落の影響が出ているのか見定めようとしたのではないか、と指摘しています。さて、今回の事故については、日本から多くのコメントが寄せられていました。その反応の一部をご紹介します。日本ネットの反応。離陸直後って、ことは、エンジン吹かしてパワーを上げてただろうから、何かのトラブルに対処する時間もなかったのか、それとも、瞬間的に制御不能になったのだろう。遥か昔、T-33 が落ちた事故があった。けど、その時は緊急脱出する時間があったにもかかわらず、市街地への墜落を避けるため、民家のない河川敷まで必死で飛ばして安全を確信してから高度不足で脱出して亡くなった。空自のパイロットさんは、みんな、人命の重さを大切にする人たちなので、どうかお二人も無事であることを願いたいです。天候のことは微塵も触れられてなかったが、事故当日はみぞれ混じりの雨天。晴天と違い、操縦には技術と経験がいるはず。また、夕方17時半となれば、日が暮れて夜になる時間帯。火柱が10秒近く上がっていたのなら、エンジントラブルの筋でしょうね。低空で飛んでいた、ならば、バードストライクの可能性もある。なんせ、今の日本海は、しけて波があるし、水温も低い。パイロットが早く見つかって、家族の元に帰ってほしいと願うばかりです。東日本大震災の時もそうでしたが、ロシア機は、こんな時まで領空侵犯。捜索の様子でも、物見湯さんに偵察しに来たんですかね。こういうのが隣国にいるから、自衛隊も、日々の訓練やパイロットの練成を危険と隣り合わせ、承知でせざるを得ない。長い歴史の中で陸海空問わず、訓練中や任務中に、たくさんの方々が殉職されている。左の人でも、何でも命令が出れば、国民を等しく救う。いろんな意見があるけれど、今は、行方不明者となった二人が、一刻でも早く見つかるように、敬意を持って祈ることが、人の道だと思います。元ブルーインパルスの隊長を務めた方、精鋭部隊のアグレッサー部隊に所属していることからも、操縦ミスは考えにくい。離陸後1分で墜落。よっぽどのことがあって、なんとか海上に機体を持って行ったかと。最後まで操縦桿を握って、被害が及ばないように頑張られたと思います。とにかく無事で、どこかに無事流れ着いていてほしいと願っています。無事を祈っています。先日、事故現場から 20km 離れたところで、機体の一部が見つかった。発見者が言うには、小松海上の漂流物は、大概ここに流れると言っていました。その方ももしかしたらと思い、海岸まで見に来てくださったんだと思います。パイロットが見つかったらよかったんだけどね、と言っていました。時間もかなり経っていますし、状況は厳しいと思いますが、せめて、お二人が、ご家族の元に帰れますように。捜索している、自衛隊、海上保安庁、警察、地元関係者の方々も寒い中、大変だとは思いますが、よろしくお願いします。そして、この状況でも外国からも、領海侵犯、領空侵犯に対し、迅速に対処してくれている自衛隊の方々に、感謝の気持ちでいっぱいです。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、まず、殉職された2名の自衛官の方のご冥福をお祈りします。そして、このような事故が二度と起きないよう、原因がなるべく早く、かつ正確に究明されることを願います。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。